最近私は坊やという名前の友達と一緒にボストンにラーメンを食べに行きました。最初にボバティという飲み物を飲みました。私の一番のお気に入りはいちごミルクティーです。本当に美味しいです。その後ラーメンのレストランに行きました。ピカイチという名前のレストランですが、私にはピカチュウみたいに聞こえます。初めてたこ焼きと日本のマヨネーズを食べました。たこ焼きはママだったけど、日本のマヨネーズは美味しかったです。ラーメンの量が多かったので食べきられませんでした。つらかったです。その後チャイナタウンのベーカリーに行きました。肉まんを買いました。そして初めてムーンケーキを買いました。そのムーンケーキはごまで作られていました。とても美味しかったです。今お腹が空いています。ラーメンを食べたいです。見てくれてありがとうございます。